楠本入れる、跳ね返す西光のディフェンス。さあここで小山津がボールを持って2対2、これはチャンスになる。小山津自分で行く、自分で行く、坪井を振り切るか、小山津、小山津2点目。1人少ない京都が残り時間少ない中で貴重な貴重な追加点を奪いました。2対0。小山津智也のボールが生まれました。ここで小山津が仕掛けて、やっぱりこの時間でこんだけ走った、ね、素晴らしいですよ。坪井も対応してたんですけど、もう小山津がここでチームを勇気づけるゴール決めましたよね。この時間帯でこんだけ走れるのが小山津の今季。